サボれると硬い、なんか硬いの出てきた。もうケンタロウさん調子いいじゃん、ウエアのせいもあんのかもしれないですね、なんとなくもうイメージついちゃってるから前のだからなかなか今肩のラインもいつもと違って崩れなくていいですよ、はい、あ、そうですか、はい、ウエアがなんか白いから見えないのがいいですいつもこういう感じで変わってるイメージあるけどそれがあんまり見えなかった、あ、そうですか、はい、ありがとうございます。何回もいるぞ、これな、これが決めてよ。これでもまだ全然足んないんだ、もっと入れるから、また腰、覚えておけよ。もうちょっと外スキーにしっかり意識して両方にこう乗ってるように見えるから、外スキー1個に乗ってくださいね。ターンはスキー言うたか、親子レッスン体は後半はチームオーストリア、それでさ、ボールに向かいながらもっと外側の肩を下げていく、頭をくるし、ここでこうじゃなくてこっちに頭をくるし、肩を下げほら、今のこう頭位置は変わらないでこうやるんじゃなくて、頭の位置を外側の谷側の方縦に、こっちも体重、頭の重さをこっち持ってくる、心がやばい、そうするとしっかり入ってくる、そう。ちょっと今でも悪いな。ガンナ、最後2つはさ割ると角がなんて弱くて、もっと外見してしっかり取って。取れてる時はすごくいい。取れてない時たまに棒になってる。外見さ、これ以上できないってぐらいやっての最後すごいうまいんですけど、最後の最後で外径取るじゃないですか、はい、取って最後の最後ちょっと山側に重心が移っちゃうんですよ、はい、あれを逆側に谷側の方に重心を我慢して乗せといて、こっちにこういっちゃう、いや行っちゃうで、逆に頭をこっち側に残しておいて、はい、ニュートラルに取った時にど真ん中におへそと頭が来るぐらいの、はい、やるとそうすると山側になっちゃうと、ここまで持ってきてから角を変えるようになる、ちょっと内足これでニュートラルになればすぐ次の角変えられるんで、そのちょっと意識で最後まで外径を取るといいです。わかりました、ありがとうございます。だいぶでも
大回転らしくなってきましたよ。膝だけじゃなくなってきました。はい、スキーがやっぱ伸びてきて。いいやん、タピアさん。すべて変わったな。だいぶ良くなって、はい、やっとスキーがほら、あの走るようになってきたから、あのちょっと、まあ、掘れてきたせいもあるし、はい、それで体全体、今みたいに体全体、膝はもちろん使うんだけども、それに加えて腰も入れてくる、全体スキーのスムーズさが。確かに腕に変わったね。ありがとうございます。傾いて、こっちに傾いて、今日はスキーがもっと立つ。あいつ意外と上手くなってますね、来た時は。センスがあるんだ。石川家と一緒だ。だいぶなんか、取材時もよりいいんじゃない。本当ですか。ここで嘘つかないと思うから手ちょっとこうやって下げない。はい、ちょっと高く。そうすると、うん、から背筋がさ、今ちょっとこうかぶりやすくなるから手下げると。あ、手高く、肘の位置高くすると背筋が伸びて、足首と膝と股関節が柔軟に動く。ええ、そこのターンは今ちょっと、今は変わらなかった。あ、そこがちょっと回っちゃってるじゃん。背中を向けてきて、背中を動いてきて。はい、すごい乗ってるポジションはいいんです。